リクビールはフランス、グランテスト地域圏、オーラン圏の小さなコミューン。フランスの最も美しい村に登録されている。リクビール、リクビルとも表記する。城壁に囲まれ、村の目抜き通りを端から端まで歩いても20分程度という小さな規模だが、16世紀以来という歴史的な建築物から人気の観光地となっている。 リースリングなど有名なワインも生産されている。コルマールから7マイルほどしか離れておらず、リボービレ、エギスハイム、ケゼルスベェールといった有名なアルザスのコミューンにもほど近い。中世のリクビール、ライヒエンバイアー11世紀には、サントクロワーンイコールプレーヌ修道院が、リクビールのブドウ畑を所有していた。1269年、神聖ローマ皇帝ルドルフ一世が城を建設。 1291年、城とその防衛施設はホルブルク港へ授与された。14世紀にホルブルク家が耐えると、ビュルテンベルク港ウルリヒ10世が継承した。16世紀に、住民の多くがプロテスタントへと改修した。1796年、フランス革命軍との争いがきっかけで、ビュルテンベルク家は、リクビールを含むアルザスの所領を放棄。フランスへ併合された。 第二次世界大戦中、この一帯で戦火を免れた数少ないコミューンであった。村は中世の城壁に囲まれている。中世からある城は現在博物館となっている。ありがとうございます。